アルファロメオ・アルフェッタ、アルフェッタ、アルフェッタは、イタリアの自動車製造会社のアルファロメオが1972年から1984年まで製造、販売していた小型乗用車。1960年代の主力車種、ジュリア系の拡大発展型であった1750系の後継車、1970年代に向けた、 新設計の中型車シリーズとして1972年に発表された。車名のアルフェッタは小さなアルファロメオを意味し、1950年代初頭に活躍したグランプリカーティーポ159の愛称から命名されたものである。その名にふさわしく変速機とクラッチを後輪デファレンシャル直前に配置したトランスアクスル方式とし、 バネした重量が軽くキャンパー変化がないことから1930年代、以来レーシングカーや、構成車に好んで採用されてきたドディオンアクスルの、後輪サスペンションを組み合わせた、野心的なシャシー設計を特徴とした。その設計のかえって50、50の理想的な前後重量配分、シャープなハンドリング、良好な乗り心地を実現し、当時のスポーティサルーンの模範的な存在となった。 その反面、アルフェッタは、当時のイタリア車に、付き物の雑な工作や、不十分なサビ対策、さらにはギアボックスから、シフトレバーまで長いロッドでつなぐための不快な、シフトフィーリング、エンジンと等速で回転する、プロペラシャフトの振動など設計上からの固有の欠点に悩まされ続け、結出した基本設計にもかかわらず、1970年代後半から80年代半ばに、 至るアルファロメオの不振のもとにもなった。技術レベルの低い排気ガス対策を施された北米向け1976年以降の日本向け輸出者には動力性能と操縦性の大幅な低下というおまけもついていた。1972年5月、4ドアベルリーナが登場。当初は1750と共通の 1779cc124 馬力1種類であった。 第一次石油危機後の不況を反映し、1975年初めには、廉価版、アルフェッタ1.6が追加された。1.6は丸型二等式ヘッドライトを持ち、前方からは容易に識別できた。1976年には、角型二等式ヘッドライトとより高級志向の内外装を持つ、アルフェッタ2000が登場。1979年には、 第二次石油機器に対応して2000ターボディーゼルも追加され、1983年には2.4ターボディーゼルに発展した。1.6と1.8は1983年まで2.0とターボディーゼルは1984年まで生産され、基本的に同一設計でボディパネルを一新したアルファロメオ92トを譲った。ウィキペディア英語版によると、 4ドアの累計生産台数は448,417台とされる。なお、ブラジルでは、アルファロメオが買収した、ファブリカナシオナルデモトーレス、ホブリカナスヨナルデマトーレス、カイ NM がアルフェッタをベースに、外装デザインを一部変更した、FM アルファロメオ2300リオ、1985年以降は、アルファロメオ85に名称を変更したを、 1974年から1986年まで生産した。1974年には3ドアの GT シリーズが追加された。ボディデザインはジョルジェット 10GR で広いグラスエリアと大人4人が快適に乗車できる居住性を特色とした。ダッシュボードはタコメーターだけがドライバー正面、他の計器類はセンターに配置されるという。 当時では移植のレイアウトを持っていた。やはり当初は 1779cc エンジンモデルのみであったが、1976年に1.6と 2.0GTV が追加された。1979年には 1962cc150 馬力のターボチャージャー付きエンジンを搭載した2000ターボデルタが40台生産された。1980年にはアルファ6で、 初登場した 2492cc150 馬力の V 型6気筒エンジンを搭載したアルフェッタ GTV2.5 が登場。このエンジンは傑作として世評が高く、1980年代のアルファロメオのイメージ回復の先駆けとなった。1983年以降は GT シリーズからアルフェッタの名称が外れ、単にアルファロメオ GTV と呼ばれるようになり、 4ドアの消滅後も1987年まで継続生産された。同じくウィキペディア英語版によると、累計生産台数は137,543万台とされる。1970年代後半、GT をグループ1、2、4へ投入するも、同じイタリア勢と共に苦戦する。しかし、強力な8バルブエンジンを持っていたにもかかわらず、 ラリーにはあまり本腰を入れなかったアルファロメ自身の方針もあり、GT がラリーで優勝することはなく、劣勢となっていった。80年代に入ると、さらに洗練された 2.5LV6 エンジン搭載の GTV6 がデビュー。当初は 4WD バージョンも開発されたが、後部座席スペースの寸法が不足していたため、GR、A 公認が降りず、 非力な2リットル4気筒エンジンのマシンだけが承認された。この後、アルファロメオの活動はサーキット中心となり、少しずつラリー界から姿を遠ざけていった。こうして、フランスのプライベータであるゲマレーシングの手により1984年から1986年、フランス国内ラリーと WRC ではツールド、コルセでのスポット参戦に止まるもののイブルーベ。 ベルナード・バラスのドライブにより上位入賞を果たし、ターマック・ラディでは、侮れない存在となった。当初、GTV6 は GR-A エントリーとしていたが、1986年の GR-B 廃止を機に、競技のメインストリームを GR-A カテゴリーとし、GR-A エントリー車の最新差をかけた際、クーペボディの高さが FIA の規定クリアとならなかった。そこで、 ゲマレーシングは1987年シーズンを 33-4X4、1988年シーズンを GTV6 とパワートレインが共通の75での参戦に踏み切ることにる。アルフェッタは1973年から当時のディーラー伊藤中央とによって輸入開始された。GT も1975年に導入開始となった。伊藤中央との方針によりほぼてが 右ハンドル仕様であった DOHC エンジンによる高い動力性能と結出した操縦性は日本市場でも歓迎され特に当時のカーグラフィック編集長で巧妙な自動車評論家であった小林翔太郎が1975年にベルリーナを購入した子によって当時のマニア層に広く受け入れられたしかし 排気ガス対策が厳しくなった1977年以降は、北米輸出仕様の 2000cc に切り替えられ、大幅な性能低下、大型バンパー装着と、米国市場向けサスペンションセッティングによる操縦性悪化に、り、一気に不人気車になってしまう。女性ドライバーを意識して、オートマチックモデルを追加投入するなどの努力も虚しく、1983年に、 伊藤中央とは1960年代以来のアルファロメオ販売から鉄、後を継いだ日英自動車が少数限定枠を利用して本国仕様の GTV や GTV2.5V6 の限定輸入を継続した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。